セリーな私たちどんな時も揺るがない Alright 目と目が合った時の Any size で伝わるシナジー同じ思い同じ Many a tonight どこも可能性は無限大 High so ホルモン構成いろんな覚悟でいて OK Touch touch wall 進みたい方向 Hey let's goあと長島スパランドにお越しいただき皆さんありがとうございます。ありがとうございます。後ろの皆さんもありがとうございます。見えてますよ。ありがとうございます。私たちガールズガールズとアイスクリームはですねコラボ第2弾を6月19日に控えてるということで今日は11人全員できちゃいました。今披露させていただいたのはですねコラボ第1弾の方の楽曲ロックステディになります。この前ちょうど昨日かな、はい、MV も400万回、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。次の曲でラストになってしまうんですけれどもラストはあの曲で盛り上がっていきたいと思います。楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。 DNA胸に抱いてるでも未来は自分で描くもの Feel like I'm a hero
呼び込みましょう。ガールズガールズアイスクリームの皆さんです。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ライブ終了後にすぐに来ていただいたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。もう熱量たっぷりで登場していただきました、はい、それではガールズガールズの皆さんから、一人ずつ自己紹介お願いします。はい、ガールズガールズの小川陽子です。お、ありがとう。ガールズガールズの原田斗亜です。ガールズガールズの住谷桃香です。ガールズガールズの山口きらです。ガールズガールズの鶴谷美咲です。ガールズガールズの菱田美奈美です。ガールズガールズのおでいずまです。ガールズガールズの松田クレアです。はい、終わりました。そうですね、そこまでが、そこまでが、アイスクリームの皆さん、自己紹介お願いします。改めまして、アイスクリームです。ルイです。ゆなです。ひなたです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はちょっと横一ですねという、はい、感じやってるんで、はいはい、皆さん大丈夫ですか。見えます。ありがとうございます、はいはい、それでは、まあ、たくさんの今日はねお客さんが来てくれたわけですけども、本日のライブいかがだったでしょうか。美咲さん、いや私たち DNA もというかこのリリースの活動自体でリリースイベントでしかパフォーマンスをしたことがなかったんですけど、はいはい、今日こんな照明もすごく素敵にしていただいて、こんなに大きなステージで披露できて嬉しいなと思いましたし、はい、新曲の Be Real をここでできてよかったなってすごく嬉しかったです。はい、皆さんもねたくさん声出していただいたり聞こえてました、ありがとうございました。ようやくこう見ることができたっていうね人もたくさんいるかもしれないですね。そうですね、はい、そうだと思います。さあ、そして今回は長島スパーランドでのライブということで、まあ、やっぱりこの長島スパーランド、アトラクションなどなどございますが、皆さんの中でこう乗ってみたいアトラクションとかなんかあったりしますか。ルイさん。はい、そうですね、私は愛知県出身ということで、はい、ほぼ地元っていう気持ちでこうして中スパに来ることができて嬉しいんですけど、一番好きなアトラクションは嵐で、お、あと乗ってみたいのが白毛。白毛、はい、今までホワイトサイクロンだった時は乗ったことがあったんですけど、うん、白毛にリニューアルしたんですよね。そうですよね。そう、白毛になってから乗ったことがないので、あの木製のこうキシキシ、はいはいはい、ミシミシっていうのを、うん、体験したいなとずっと思ってます。ちょっとまたいつか来て楽しみたいなということですね。ガールズガールズの中ではいかがですか、はい、長島カウントダウンの時に、はい、絶叫いける組で乗らせていただいたんですよ、はい、ちなみに絶叫いける組は誰ですか、はい、私、美咲と陽花さん、とわさん、もどかさん、きらさんと美咲、はい、美咲さんも、はい、ここはなんでそこのそこは絶叫で分かれてるんですから、みやみさんからちょっと顔色が変わりましたね。そうですね、全額ね、浮遊感がとても苦手で、はい、ゆずはさんはどうですか。ドンピシャに白芸で泣きました。そうですね、泣きましたね。新年一発目っていうのもあって、はいはい、せっかくだし乗ろうっていうことで、あ、なるほど、頑張ってくれたんですけど泣いてました、はい、乗ってる途中で泣いてちょっと苦い思い出になったというか。そうですね、でも鼻に見たらもう浮遊感好きとしてはたまらなくて、勇敢もうこの5人はね虜になったので、今日も出来上がりたいみたいな。さあ、そんな、ガールズガールズアイスクリームの皆さんですが、コラボシングル第2弾 DNA が現在先行配信中です。ありがとうございます。さあ、日向さん、はい、こちら改めてどういった楽曲になってますか。はい、DNA ってその名の通りこう遺伝子だったり継承という意味が込められた楽曲になっていて、はい、ミュージックビデオもこちら出てるんですけど、そこにはもともと E-Girls の私たちの大先輩で大好きな、はい、佐藤晴美さんと楓さんが出演してくださったりと、うん、こうガールズパワーをたくさん受け継いで継承してこう私たちが届けていくっていう意味が存分にこもった楽曲になってます。本当にその DNA を継いだ楽曲っていうことなんですね、はい、まあ、先ほども披露していただいたんですけども、まあ、その中でももうこう注目ポイントだったり、ここをぜひライブの時は見てほしいよっていうものがあればぜひ教えていただきたいんですが、美咲さん。はい、あ、私です。まあ、めちゃくちゃ有名だったんですけど、いっぱいあります。いっぱいあります。はい、さっきね皆さんに写真でやっていただいたんですけど、指で DNA というアルファベットを作っていまして、うん、それがこういう感じなんですけど、はいはい、DNA。
これが随所随所に散りばめられているので、それを注目してほしいなと思います。じゃあライブの時はぜひ一緒に、ね、やっていただきたいということですね。さあ、そんな、ね、タイトルが DNA ということなんですけども、ちょっとこのメンバーの中でこの子の DNA 欲しいなっていう、はい、メンバーっていたりしますかね。陽花さん、はい、いかがですか。私ですよね。私がじゃあ誰の DNA をっていう、ちょっとじゃあみんなのちょっと見せてください、はい、皆さん、みんなの顔アピールしてください。みんなごめんだけ、ひなた。あ、ひなたさん、ひなたのやっぱファッションセンス、あら、あれあれ、あれちょっとモデルに言われて嬉しい。やばい、やめてよ。ひなせん、ポーズをしっかりとって嬉しい。はいはい、まずそもそも歌のスキルがマジでもうほんと上手いんですよ。なるほど。なんかそのパワフルさっていうのがやっぱり聞いてて気持ちいいというか、おすごくそれが一番伝わってくるので、やっぱり日向さん、はい、日向さん、ルイさん、ゆなさん、あ、じゃあアイスクリーム、はい、歌歌やっぱ嬉しい。ここのパワフルさは、はい、私欲しいですね。なるほど。とんでもない。いかがですか。ありがとうございます。ゆなさんも言われてますけども、嬉しいね、端っこ同士ね。遠いよ、端っこ同士、遠いからね、ごめんね。端から端への、ね、DNA が伝わりましたね。そう、ひなたさんはいかがですか、はい、そう言われてますけども、私はあのキラちゃんの腕が欲しくて、腕、キラさんの腕、はい、本当にこうワックっていう腕をくるくる回すなんてあるんですけど、はいはいはい、なんでそんなにも腕が奥に行くのか、上に上がるのか、腕が奥に行くのか、はたまた曲がるのか、本当に欲しいなって。では最後に代表してお一人、会場の皆さんとラジオを聴いているリスナーさんへ、メッセージをお願いします。それでは佐々木さん、お願いします。はい、今回のコラボでもですね、私たちだからこそ表現できるものっていうものを追求してこの2曲にたどり着きました。皆さんに私たちの新世代のパワーが、ガールズパワーが届いていたら嬉しいなと思います。ぜひ楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでガールズガールズアイスクリームの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、本日のゲストはガールズガールズから増田クレアさん、小川陽花さん、そしてアイスクリームからルイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんと今月月曜日はガールズガールズとアイスクリームのメンバーが週替わりで登場してくれます、うん、そして月曜日の方はこの方です。私はピン芸人の桜井と言いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、増田さんと小川さんは何度かご出演していただいていますが、はい、ありがとうございます、はい、ルイさんは初めましてですね。はい、初めまして、お願いします。朝の早起きは大丈夫ですか。大丈夫でした。あ、起きれました。得意ですか。結構、いや、得意じゃないんですけど、もうギリギリまでベッドに入って布団にくるまって、うん、この後起きたらこう言ってこう言ってこう言って何を取って何をしてみたいなのを全部戦略的に考えてから一気に動いて、すごい家を出るスタイルで、シミュレーションするギリギリまで、はい、粘りますね。はい、モーニングルーティンとかありますか。なんだろう、でもその戦略を立てることで一日が始まるので、うん、携帯を見ながら、はい、服何しようかなとか考えて、いいね、すごい効率的ですね。ぼーっとしてる状態でよく考えられる戦略。そうですね、なんか二度寝のこう歌してる時にもなんか頭の中ではいろいろ、すごいストイック。私動かないですね。動かないですか。頭はちょっともう朝は、うん、ぼーっとしちゃってて。まあそうですよね、はい、そうなりますよね。ちょっと見習っていきたいと思います。ギリギリを攻めるので、ギリギリを攻めるの。はい、ではそんなお三方にメッセージテーマ伺っていこうと思います。はい、はい、メッセージテーマですか。本日のメッセージテーマは私偉いということでですね、うん、お三方にこう頑張ったこと、はい、偉いと言ってほしいことあればぜひ教えてくださいということなんですけども、はい、いますか。じゃあ私からいいですか。はい、うん、まあ、めっちゃあるっちゃあるんですけど、うん、なんか最近結構リハーサルとかをやってることが多くて、うん、はい、この間体調を崩すほどリハーサルを頑張ったことです。あ、それは偉い。ちょっと8時間くらいのリハーサルが3日連続であって、うん、しかも全部がなんかこう振り入れっていう、はい、なんか振りを覚える、はい、うん、リハーサルだったので、もうさすがに頭パンクして4日目ぐらいにちょっとこう、うん、
パンみたいな、うん、言っちゃったぐらいだったんですけど、うん、それを乗り切った時は頑張ったなって自分でも思いました、うん、それはめちゃくちゃ偉いですね、はい、ありがとうございます。8時間やるんですか。8時間なかなかそんなこと普段ないんですけど、うん、ないですね、ちょっとその時はなかなか そこしかなくてというか、うん、クラスケジュールの兼ね合いでしょうがなかった、ね、もう3日目あたりみんなみんなメンバーのなんかもう、うん、あれ脳絶対脳みそ止まってるよねみたいな、もうなんかあれ思考停止してないみたいな、そうなんですよ、見てわかるぐらい結構、うん、そんなに、もう振りが乗り派なのに、うん、そもそも振りが1ミリも入ってこないから、ちょっと焦りながらも乗り切りましたね、うん、でもそれでも覚えられるのがすごいですよね、なんとかって感じでしたけど、ね、偉いですね、それは。ありがとうございます。小川さんはありますか。そうですね、私もいろいろあったんですけど、うん、私はそうですね、今日やっぱ朝が苦手っていうのもあって、はい、もう前日に準備しましたっていう、いはい、お利口さん、洋服とかも、そうです、洋服と、うん、あと今日もこの後もそれこそリハーサルがあるので、うん、そういう支度も全部リュック済ませて、うん、寝ましたっていう、はい、本当に偉い。あれ、増田さんの8時間3日間の後に、うんうんうん、昨日準備しました。昨日準備。これ偉い。偉いですよ。いや、そう、私的には、うん、前日準備っていうのは基本できないタイプなんですよ。いや、素晴らしい。朝なるべく寝られるように前日に準備して、普段しないことをするのは偉いですから。普段しないんですか、前日の準備。します？いや。ねえ、小学子供の頃からねえ親から言われてます。寝る前にやってた。あ、そうなんだ。ランドセル準備はさせられてましたね、別に。まだやってるんですね、さきちゃんは。いやいやいや、みんなやるでしょ。やべ、半分ぐらいやってない。いや、やってるかな。やってない。あれ、私もやってる。ルイさんはありますか。私はアイスクリームというグループにいるんですけども、うん、メンバーが3人しかいないので、うん、こうライブとかイベントの時にそれぞれがこう MC でこう担う役割だったり、こうパフォーマンスでこう務めなきゃいけないパートが結構多いので、うん、そのいつもプレッシャーと戦っています、うん、なんかこの MC とか曲頭の最初を私が喋ったりとか歌うこと、うん、歌い出しが多いので、うん、いつも緊張してめっちゃ堂々としてるように見えていただけてるかと思うんですけど、内心もう偉い、偉い、信じたい、信じております、信じております。パフォーマンスのことだけでも緊張するのに、それプラスっていうのが、しかも3人だとローテーションも早そうだし、そうですね、ですよね、時間だ、偉いですね、最高です、皆さん、ありがとうございます。はい、ではそんな皆さんについてご紹介していきます、うん、まずガールズガールズですね。テレビ東京系特撮実写ドラマガールズ戦士シリーズの初期3作品の歴代ヒロインを務められた卒業生から構成され、2019年にメジャーデビューした8人組ガールズパフォーマンスグループです。アーティストだけにとどまらず、俳優、タレント、モデル、ラジオパーソナリティ、アニメ声優など多岐にわたり幅広く活動されています、うん、そしてアイスクリームは2018年開催の LDH プレゼンツザ・ガールズオーディションで応募総数約1万人の中からグランプリを獲得したルイさんとファイナリストのユナさん、ひなたさんの3人で2019年に結成されました、全員が圧倒的歌唱力と高いダンススキルを持ち合わせた三位一体のパフォーマンスを武器に活動する実力派ユニットでございます、はい、そしてそんな2つのユニットが今回6月19日に第2弾コラボシングルをリリースされます。おめでとうございます。はい、1年前の2023年7月に第1弾シングルをリリースした際も話題になりましたが、再びコラボが決まった時のお気持ちはいかがでしたか。そうですね、初めてコラボした時は私たちもこうどういう、なんだろう、パフォーマンスが生まれるのかなとかあったんですけど、うん、こうそれを結構ファンの皆さんとかも楽しんでいただいて、うん、なんならこうまたコラボしてほしいっていうお声もいただいてたので、また今年もコラボできてすごく嬉しいですし、うん、まあ、決まった時は次はこうどんな曲をまあ、みんなでできるんだろうってすごいワクワクしました、ね、
そのワクワク感こっちも感じますよね。ありがとうございます。どんな曲で来てくれるんだろうみたいな。皆さん待ってましたね。そうですよね。待ってくれてた方も多くて、二弾もできてよかったなって、まだリリースまでもうちょいあるんですけど、そう思いました。はい、ガールズパフォーマンスグループとしてお互い活躍してますが、小川さんから見たアイスクリームの魅力はどんなところにありますか？はい、そうですね。もういっぱいあって、正直この時間じゃ足りないんですけど、簡潔に私まとめまして、はい、歌がうまい、パワフル、団結力が素敵。ありがとうございます。まとめてくれた、ミスにまとめてくれた、ありがとう。偉い、偉いですか？はい、これも偉いです。偉いですかね。私これもうできました。確かに準備したのも偉いし、これまた事前準備します。偉い偉いです。今のコメントも事前にしっかり考えてた。はい。それで偉いです。自分から言うスタイルいいですね。じゃあ、ルイさんから見たガールズガールズの魅力はどこですか？圧倒的こうキラキラしたパワーかなと思います、うん、こういつどんな時にみんなの楽曲を聴いてパフォーマンスを見ても、うん、やっぱり本当にパワーをもらえますし、うん、こう8人全員の個性がこう合わさって、うん、そしたらこんな、なんだろうな、素敵な一つのパワーになるんだっていう、うん、なんかたくさんのファンの皆さんに愛されてる理由が本当にいつもパフォーマンスを見てしみじみと感じています。はい、ありがとうございます。確かに、しかもなんか年齢重ねるほどそのキラキラが変わってきてますよね、うん、なんか感動するキラキラっていうか、うん、なんか本当にファン、一ファンですね、私は。はい、明日からも頑張ろうって思います。なんか見てる、ありがとうございます。私たちもこう LDH の先輩方にこう憧れて事務所に入ってきたこともすごいあったので、うん、そのこうパフォーマンスとかはこう自分たちもそういうのを、なんて言うんでしょう、こう表現をこう先輩たちのこう見ながら頑張ってきたところもあったので、うん、この私たち11人でこうガールズパワーっていうのを私たちにできるパフォーマンスで届けたいっていうことで、うん、この DNA っていうかっこいい作品も生まれたかなと思います。はい、ミュージックビデオも公開されていますが、うん、今回のパフォーマンスの見どころはどこでしょうか？うわ、そうですね、パフォーマンス、その今私たちリリースイベントを行ってるんですけど、そのリリースイベントでのパフォーマンスとミュージックビデオでのパフォーマンスの構成だったりが少し違うんですね。あ、そうなんですね。なのでこう二度楽しめるというか、ミュージックビデオのパフォーマンスもいいし、リリースイベントでのパフォーマンスもないしなっていう、こうやっぱり違いがその皆さんにとって結構楽しめるんじゃないかなと。わー、最高、二度おいしいですね。はい、いやでもミュージックビデオもそれぞれのグループの良さも出てるし、うん、一人一人の良さも出てるし、全体の一体感と迫力もあるし、いろいろ見どころがありましたね。ありがとうございます。はい、そしてまさかのゲストの方もいらっしゃって、そうなんですね。事務所の大先輩の佐藤晴美さんと楓さんが今回ミュージックビデオに出演していただいて、総勢13名のガールズパワー、ね、うん、はい、そう、終盤に迫ってきて、うん、すごい、そうです、満足してるところにさらにみたいな、そう、最高に大興奮でした、見てる間大興奮、それはサプライズね。そうなんです、絶対に見ていただきたいですね。お願いします。はい、ではここからはお三方のプライベートを深掘りしていきたいと思います。まずは増田さんですが、弾丸で地元に帰省されたということですが、どんな風に過ごしましたか？まあ、家帰っては特に何もしてないんですけど、うん、ちょっと2日ぐらいのお休みがあったので、うん、なんかこう今後も帰る予定もなさそうだったので、うん、ちょっと今しかないと思って急遽飛行機取って2日帰りました。実家の方でワンちゃんと猫ちゃんをいっぱい飼ってるの で、そうなんですね、その子たちに癒されてきました。そっか、最高でした、ね、2日あったらなかなか帰れないからってなりますよね。そうなんです。いやでも、ここ前日あたりに、うん、なんか帰る、帰っておっかなみたいな感じのノリだったんですよ。だから私は本気、私はだからそのノリだよなみたいなと思ってたんですけど、
帰っていてその子私もこうすごい SNS だったりを見てて、はい、本当に帰ってるわそこでもすごい衝撃を受けました。そうですね、ちょっとこう2日だったので、結構もう行ってたかなと思うぐらい一瞬だったんですけど、まあそこでこうリフレッシュできたこともあったので、あ、まあ、帰れてよかったなって思いました。最高ですね。いや本当の行動力 ね、素晴らしい行動力あるかもです。できない、ありますよ、結構すごいよ、うん、そうなんです、偉いですね、うん、偉い偉い家帰っただけでありがとうございます。家帰ったから偉いです、はい、そして小川さん最近自宅でよく作っているものがあるそうなんですが、うん、何でしょうか、はい、最近はお家でアサイボールを作ってます。どうやって作るんですか？あの家にミキサーもあるので、はい、もうそのアサイボールを作るそのアサイのもう冷凍のものを買って、はい、でもう私その果物大好きなのでいろんなもう大好きな果物入れて、蜂蜜入れてミクラノーラ入れてって言ってこう本当お店とそう変わらない、すごいクオリティのものを作ってます。実力、うん、偉い偉い、これも偉いから偉いです偉いゾーンじゃないですけど偉いトーク偉いトークの偉いだってミキサーも洗うの大変じゃないですかその後、うん、そうなんですよ。で私その浅いってすごい、うん、こう発色いいんですよ、この色とかね。そうそうそう、そうですよ、なんかこう台所でやってるんですけど、飛ぶと発色良すぎてしっかり拭かないと取れないんですよ。すごく大変、つけてプレッシャーが半端ないですね。毎回黒い服に着替えてから作ってます。偉いです偉いでもいいね、あいいですね。なんかすごいルイがね食い気味で、うん、アサイボール、どうですか、めちゃめちゃ羨ましいです。羨ましい、今度作ってあげますよ、はい、お願いします。行きますね、お待ちしております。アサイ屋さんになったアサイ屋さんしようかないいね。はい、そしてルイさんは最近嬉しいことがあったそうですか、うん、はい、はい、家族おばの家に新しいワンちゃんが来まして、珍しいミックス犬で、はいはい、クロパグとパピヨンのミックスなんですよ、うん、で私も初めて聞いて、うん、勝手にパグヨンって呼んでるんですけど、パグヨンかわいい呼んでた。本当に可愛くてまだ生まれて 3,4 ヶ月とかで、もうすっごいキャッキャッキャッキャしてる、もう頭の上とかもかがんでたらこう通っていくようなそのぐらい元気なんですけど、もうその子に地元帰ると癒されてて、うわ、はい、そうなんですよ。めっちゃ可愛かったもん。可愛い。ちっちゃいんですか？どれくらい？ちっちゃい、こんぐらい。なんか鼻はペチャッとしてるんですけどパグなので、でもパピヨンの骨格はあるんですよ、顔に。だからなんだろう、ね、なんか口元は尖っててちゃんと、でも鼻は潰れててみたいな。可愛かった。顔パグよりでもね、あ、そうなんですね。家族がやってきてすごい嬉しいなっていう個人的な最近です。パグとパピヨン、はい、パグとパピヨンなんです。はい、なかなか聞かないですよね。聞かないですよね。そうなんです、やっちゃ癒されますね、やっぱ。癒しが増えるとめっちゃ最高ですよ、嬉しいですよね。みんなそれぞれリフレッシュしてる、ね、そうですね。偉いです偉いです。はい、そしてガールズガールズアイスクリームそれぞれのライブも決定しています、うん、まずガールズガールズからお願いします。はい、私たちガールズガールズはですね6月30日にデビュー5周年記念ライブガールズガールズ 5th anniversary We are Girls Girls The Live を国立代々木競技場第一体育館にて開催させていただきます。おめでとうございます。すごいですね。本当に私たちとしてもやっぱり過去最大規模でライブをさせていただくので、もう皆さんと一緒に5周年をお祝いできると嬉しいです、はい、確かに盛り上がりそうですね。すごい。そしてアイスクリームからもお願いします。はい、私たちアイスクリームは6月29日にデビュー3周年を記念したライブアイスクリームサードアニバーサリーパーティーI プラス U を、うん、LDH キッチンザ東京羽田で開催させていただきます。今回はアニバーサリーパーティーということで、うん、パフォーマンスももちろんありで、うん、まあ、いろんなコーナーだったり企画を通して3周年をファンの皆さんとお祝いできればなと思っています、うん、今チケットも抽選が始まっているので、はい、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。チェックしてみてください。デビュー日が近いんですね。そうですね、近いですね、1日違い。そっか、デビュー日自体はアイスクリームが6月23日で、あ、私たちは6月26なのでライブがってことですね。そうですね、だからね結構どっちも来てくださる方も言うて近いんですけどね、29、30で、
レンチャンで行ったら最高ですね。そうなんです。すごい。ぜひぜひ。みんなでこちらもみんなでお祝いしたい。デビューの頃から皆さん交流っていうかなんか遊んだりとか仲良かったんですか？そうですね。ましたね。私たち小学多分4年生ぐらいから。うん、まだデビュー前から同じあのスクールに通ってて一緒にやってたので、住んでるところはね違ったんですけど。うん、年に何回かこう集まる機会もあって、合宿とかで、はい、ありました。もともとからしたらだいぶ長い、ね、高校3人はもう特に長い、本当に長い、小学4年生なのでお互いですね。だからこその団結力ですね。ね、なかなか出ないですよね、その感じが。いやー、はーい、ガールズガールズアイスクリームの詳しい情報はオフィシャルサイトをチェックしてみてください、うん、そして来週はガールズガールズから山口キラさん、スミタニモモカさん、そしてアイスクリームからユナさんが登場してくれますが、はい、3人はどんな方ですか？なんでしょう、まあでも関西出身が2人いるんですよ。ももかゆなちゃん、関西ゆなさん、あ、そっか、お笑いこうやっちゃうんじゃないですか、わかんないけど、プレッシャー、盛り上がっちゃうんじゃないですか、めっちゃ入ってくれるよ、嬉しい、ゆな嬉しい、いやいや、もうボケたりしてくれたら ねもう全力で突っ込むし、そうですよ。でもキラは関西じゃないんですけど、キラもボケやれるんで、キラは天然ボケなんで、天然ボケやってるじゃん、普通にやってくれるかな。だから多分3人とも多分やってくれる、はい、やってくれると思います。たくさん突っ込んでいただけると、もう何でももう雑なボケでも私拾いますからね、拾っていきましょう、はい、ぜひ来週もお楽しみに。3人とも頑張って。